です。これが人魚姫です。まさに悪夢だね。これは。ふふふ。このギフペットが狩り討ちにします。君たちは子供だな。そんなものよりイノベーションについて考えなよ。リコーダーを吹いていたらとても悲しくなって。お帰りなさい、ママ。じゃない、姉さん。ほら、毛布を貸しな。洗わないと。汚れたら、ママが洗って。目の前に置かれた4人の赤子を前にして、シンデレラは長い長いため息をついた。はあ、それでマリュアルと設備と資金は揃えました。あと子育てしやすい世界もこの通り。なので元に戻るまでのお世話を。断る。
人形たちの言葉を遮ってシンデレラが立ち上がる。そこに赤子となったアリスたちを狙ったナイトメアが現れた。まさに悪夢だね、これは。なんで私なんだ。お姉さんたちにも手が出られているでしょ。あと、なんか喋ってないと。ああ、そんなもんいないっての。とにかく頼みます。もし放置したら、いっぱいいますから。どこにかは知らんけど。言ってることめちゃくちゃだろう。いつの間にか人形たちは姿を消していた。現代風の世界に残されたのはシンデレラと四人の赤子だけ。冗談じゃない。寝ている赤子を起こさぬように彼女は足音を忍ばせてその場から去ろうと試みる。しかしその時、火がついたようにドロシーが泣き出した。それにつられるようにして他の赤子も声を張り上げる。チッ、赤ん坊になってもうるさい女だね。黙らせようとシンデレラは舌打ちしながらドロシーを抱き上げた。その体は予想以上に軽くて柔らかくて、そして何より温かかった。ため息混じりにシンデレラはつぶやいた。赤ん坊に罪はないか。それに元に戻った時、このことをネタにからかってやるのも楽しそうだと卑劣な灰かぶりは口元を歪める。とは言うものの、数時間おきのミルクに夜泣き、それが4人分ともなればさすがの彼女も疲弊した。マニュアルなんざ役に立つか。一番夜泣きがひどい人魚姫をあやしながらシンデレラはアラジンのおむつを変える。この月齢だとそんなに匂わないな。赤子特有のそれにシンデレラは感心したように目を瞬かせた。
めんどくさい。私は何をやっているんだろうね。こうして命を集めながら命を育んで、赤子なんて簡単に殺せるのに。そうすれば作者の復活にも近づくのに。全てはクソったれな人形たちのせいだ。一気に決める。ミルクを買って戻ると、シンデレラは赤子たちに手際よく飲ませた。ほら、さっさとゲップしてくれ。そう言いながら抱き上げた赤子の背中をトントンと叩く。するとアリスだけうまくゲップできず吐き戻してしまった。うわ、きったね。後で覚えてな。シンデレラはアリスの口元を素早く拭う。その横ではアラジンが投げ出された買い物バッグの中に頭を突っ込んでいた。おい、こら、お前何食べてる。バッグの中から引きずり出したアラジンはその口に紙幣をくわえている。ガキの頃から金かよ。シンデレラは呆れて天を仰いだ。シンデレラがアリスたちを育て始めてから5年の月日が流れた。その間、誰一人元に戻らず、記憶を取り戻すこともなく、シンデレラの子供たちとして4人はすくすくと育っていた。子供たちの成長に伴い、義神と暗鬼が用意したアパートは手狭になったので、一家は閉園していた近所の幼稚園に移り住むことにした。少し遅いが入園式だ。わーい。幼稚園の広い庭を子供たちが駆け回る。その様子をシンデレラは目を細めて眺めていた。命を集めて監禁しますか。子育てには金がかかるんでね。新ママの苦労が身にしみるよ。
勝利は彼のために。買い物袋を持って幼稚園に戻ったシンデレラを目ざとく見つけた小さな影が廊下をペタペタと走りながら迎え出る。おかえりなさ。持っていた毛布が足に絡んだのか、小さな影は玄関先で見事に転げた。おい、大丈夫か？転んだ体を抱き起こしながら、シンデレラはヤシナイゴの顔を覗き込む。大丈夫、平気。少し赤くなった鼻を押さえながら、女の子はシンデレラに抱きついた。おかえりなさい、ママ。じゃない、姉さん。ただいま、アリス。姉さん、これ見てください。泥団子と鳩の死骸を合わせたドロシースペシャルです。リコーダーを吹いていたらとても悲しくなって。君たちは子供だな。そんなものよりイノベーションについて考えなよ。日曜の昼下がり、ドロシーと人魚姫アラジンは思い思いの意見を言い散らかしていた。シンデレラが壁に向かってシミを数えているアリスを着替えさせていると、ドロシーが泥団子をアラジンの顔に投げつけたのをきっかけに大騒ぎの喧嘩が始まる。5歳児うるせえ。お前らが騒ぐからナイトメアが寄ってきたぞ。いや、怖い。このギフテッドが狩り討ちにします。怖いんだろ、涙目で強がってんじゃねえ。お金を稼ぐチャンスだね。お前は少し怖がれ。たく、手がかかるな。ドロシーたちをなだめていると、か細い声が遠慮がちにシンデレラを呼んだ。お姉さん。はいはい、どうしたアリス。で、あんた鼻血が出てるじゃないか。先ほど転んで顔を打ったせいだろう。アリスが握った毛布には血がついている。ほら、毛布を貸しな。洗わないと。やだ、これないと寝られない。アリス、僕の毛布をあげるよ。
アラジンが毛布を差し出すも、アリスは首を振って自分の毛布を握りしめた。ブランケット症候群ってやつか。全く子育ては難しいとシンデレラはうなだれた。自分の隣で深い寝息を立てる子供たち、その寝顔を見つめていたシンデレラはいつの間にか緩んでいた自分の口元に気づいた。情が湧いたってやつなのかね。以前の自分からは考えられない変化に灰かぶりは苦笑する。もう5年か。そういえばとシンデレラは思い出す。人形たちとはいつから会っていない。最初の頃は様子を見に来ていたのに。まあムカつくだけだからいいけど。そうつぶやくとシンデレラは静かに立ち上がった。さて夜勤といきますか。は変なオブジェ、人魚姫はリコーダー、アラジンは難しい話、それらは私を喜ばせるためだと知っている。子供ってのは分かりにくくて分かりやすいよな。アリスはそうだ、私と4人のチビどもを描いた。あの絵はどこにしまったかな。この勝利は彼のために。その日は朝からピクニックに出かけた。シンデレラはいっぱいのお弁当を持って、人魚姫はリコーダーを吹きながら、アリスは毛布を汚さないよう首に巻いて、アラジンは適度な運動と年収の相関性をしゃべりながら、ドロシーは最後尾で図鑑を携えて、暖かな日差しの中を5人は笑いながら歩いていく。そろそろ広場だ、そこで昼にするぞ。そう言って振り返ったシンデレラは一人足りないことに気づいた。ドロシーはどこに行った？
広場から決して動かないよう子供たちを解き伏せて、シンデレラは姿を消したドロシーを探し始めた。ドロシー、どこだ？大方、好奇心に負けて目新しい何かに目を奪われたのだろう。そう思っていても、悪い予感がシンデレラの胸の内を占めていく。ドロシー！悲痛な叫びを上げるシンデレラの耳に迷子の声が響いた。助けて、姉さん！声の方向に走ると、大きな影に覆われているドロシーの姿が見えた。私のチビに何しやがる！新種のナイトメア、見たことがないぞ。くそ、次から次へと。返せ。返せ？何を？子供たち、返せ。こいつら。辛くもナイトメアを倒したシンデレラはその場にがくりと膝をついた。姉さん、姉さん、血が出てるよ。大丈夫、気にすんな。泣きじゃくるドロシーを連れてシンデレラはアリスたちの元に向かう。そうして子供たちを無事回収するとそのまま家へと戻り、厳重に鍵をかけた。その夜、眠る子供たちの横でシンデレラは声を押し殺して傷の痛みに耐えていた。どうして治らない？まいったぞ、大変ですね。耳障りな笑い声とともに見知った人形の顔が暗闇に浮かんだ。数年ぶりに現れた人形たちをシンデレラは呆然と見つめている。お前ら、なんで今更。今更じゃないです。近くても来られなかったんです、あなたのせいで。人形はカタカタと歯を鳴らした。
アリスたちだって本当ならとっくに元の姿に戻れていたはずなのに、あなたがこのままみんなと一緒にいたいなんて望むかな。私か。目を見開いたシンデレラに向けて人形たちがにやりと笑う。私たちを拒絶して引きこもった世界は楽しかったですが、地熱も生えたぶり。ナイトメアとの戦いで新たに負った怪我のせいでシンデレラは起き上がることもできない。こんな形で別れるのか。霞む視界の中、眠る子供たちに近づく人形に手を伸ばすも、それが届くはずもなく、そばにいると言ったのに、ごめんねと声なき声でシンデレラがつぶやいた。その瞬間、姉さんをいじめるな。目覚めたアリスが叫ぶと、部屋に嵐が吹き荒れた。アリスに続くようにしてドロシー、人魚姫、アラジンも目を覚ます。姉さん大丈夫？変な人形嫌い。この案件はペンディングだ。子供たちが口々に叫ぶと、アラシはますます激しさを増した。力が戻っている。見た目はそのままなのに。ダメです、一旦退散します。アドが頼みましたよ。ふりと見たのか、人形たちが姿を消す。同時に部屋の外からナイトメアがなだれ込んできた。姉さんは私たちが守る。手を出
姉さんはお金より大事なんだ。私たちだってママを守れる。私は戦い続ける。4人は母への思いを胸に戦った。しかし所詮は子供。取り戻した力に体力を奪われたのか、人魚姫の体がふらりとかしぐ。それを支えようとしたドロシー、そしてその二人をかばおうとしたアラジンの三人が一瞬にしてナイトメアに飲まれた。みんな！叫んだアリスにナイトメアが一斉に向かう。これ以上奪うな！寸出のところでシンデレラはアリスの手を取り、怪我した体を無理やり動かして幼稚園から逃げ出した。最初に住んでいたアパートに逃げ込んだシンデレラとアリスは息を殺して寝室に身を隠す。暗闇の中で持たれた壁にはいつかアリスが描いた家族の絵が貼られていた。この絵、ここにあったのか。その懐かしさに体の痛みを忘れてシンデレラは微笑む。外から響くナイトメアの鳴き声は着実に近づいてきていた。あんたはここにいなさい。いや、ママ、行かないで。姉さんだ。引き止めるアリスの手を振り払い、シンデレラは部屋の外へ飛び出した。無限ってわけじゃなさそうだ。あの子たちが数を減らしてくれたおかげだね。頭さえ潰せばなんとかなる。しかし私も焼きが回ったもんだ。まさか誰かを守りたいと思うなんて。でも悪くないね、こういうのもさ。もっとカロリーを。
アパートのドアがカチャリと開く。隠れていたアリスが様子を見に行くと、そこには血だらけの女が倒れていた。姉さん、痛いの？アリスは手にした毛布で血を拭う。やめな、大事な毛布が汚れるだろう。汚れたらママが洗って。震えるアリスの小さな手をシンデレラはそっと握る。それはあの日感じたのと変わらない温かさだった。仕方ないな、少し寝たらママが洗ってやる。繋いだ手から次第に失われていく体温を感じながら、一人残された幼子は血に染まった毛布で母を包んだ。音とともに暗い部屋に明かりが灯る。一人残されていたアリスが顔を上げると、そこにはナイトメアにさらわれたはずの三人の姿があった。トロシー、人魚姫、アラジー。姉さんのおかげで助かったの。そう、イノベーションを起こそう。でもママはもう。悲しげにうつむくアリスの方を両手で包むと、ドロシーはにっこりと笑った。まだ手はあります。とにかくナイトメアをボコリに行きましょう。奪った姉さんの命をかき集めるんです。
そんなこと本当にできるの？兄弟を疑うなんて悲しい。まあまあ、ここはギフテッドに任せよう。目を覚ますと、そこは見知ったアパートの寝室だった。姉さん、気分はどうですか？ドロシー、姉さん、もう痛くない？人魚姫、姉さん、イノベーションが起きたよ。アラジン、ママ、アリス、あ、アリスがシンデレラに飛びつくと、他の3人もこらえきれずに真似をする。こら、お前ら、少し落ち着けって。まばゆい朝の光に照らされながら、4人と1人はベッドの上で笑い合った。それまで家族ごっこを楽しめばいいんです。